グラント・ニコラスグラント・ニコラスは、イギリスのロックバンド、フィーダーのボーカル兼ギタリスト。バンド内の中心的な存在で、フィーダーの楽曲は、ほぼ彼が作詞、作曲をしており、同バンドのフロントマンも務めている。ステージ上では、ボーカル、ギターだけでなく、ピアノも披露する。南ウェールズ・ニューポート出身の1967年11月12日、生まれ、 少年時代には、ビートルズやブラック・サバス、ポリス、ジューダス・プリーストといったアーティストの影響を受けて育ち、14歳で、ギターを手にしたグラントが最初に演奏した曲はブラック・サバスの、パラノイドとポリスの、ロクサーヌだったという。同じ時期に、初めてのバンド、スウィート・リーフを結成する。その後同郷のジョン・ヘンリー・リート20歳で出会い、カーディフを拠点とする。 テンパーテンパーを結成し、リール、レインダンサーとバンド名を変えながら、同じウェールズ人のベーシストと共に活動していたが、思うように成果を上げられず、ロンドンへ出てくる。その後は、ロンドンで、スタジオミュージシャンとして働きながら新たな活動を模索していた。そして、1994年に、高広瀬と出会い、ジョンと共にバンド、リアルを結成するが、 その名前をグラントが嫌ったことから、1995年にフィナーと解消し、現在に至っている。ありがとうございます。